ます。ようこです。今日のこの時間はインタビューをお届けします。インタビューゲストはこの方です。キヨです。よろしくお願いします。おはようございます。キヨですって、はい、登場してくれましたけど、はい、じゃあキヨさん、TJS ラジオ初登場ですので、はい、そうですね。簡単に自己紹介をお願いします。自己紹介、はい。日本ではキヨタカという名前で活動してたんですけど、4年前からアメリカに渡って、今は、アメリカと日本を行ったり来たりしながら音楽活動してます。はい。はい、今清高っていう名前を聞いて、はい、あーって思った方もきっと大勢いらっしゃると思うんですね、はい、清高さんのお名前で、はい、私はもちろん日本にいた時から、はい、デビュー曲の No 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 という曲なんですけど、ね、知ってますか？お恥ずかしいですかっこいい曲、チューブを晒すような自分のかっこいい曲でありがとうございます。あの曲聴いた瞬間にうわすごい人出てきたと思ってた記憶が今もあって、ありがとうございます、はい、でそのサードシングルでしたっけ、はい、The Only One、はい、この曲が日本で人気のピュアソウル、はい、ドラマの主題歌にもなり、そうですね、長崎ひろみさんとか出てたドラマなんですけど、はい、すごい40万枚でしたっけ、そうですね、ね、すごいヒットになって、ありがとうございます。多分男性の方はね、あ、カラオケで歌ってたよみたいな人も多いと思うんですよね、はい、You're the only one 二人でいれば見つけられるものを信じてっていう歌ですね。今ちょっと全然予定になかったんですけど、今予定なかった、ちょっと鳥肌今のこのサビのフレーズ聞いて、あーっていう人いっぱいいると思うんですよ。ありがとうございます、ね、この曲でもおなじみの清高さんなんですけど、はい、今はアメリカで活動されていて、はい、トランスで行われました、はい、ブリッジ USA の夏祭りのステージでもライブされたじゃないですか。 そうですね、はい、そのライブでもね、多分たくさん人がいらしていたので、はい、ライブご覧になったという方も多いと思うんですよね。ありがとうございます。アメリカにそもそもいらしたきっかけって何だったんですか？はい、僕がまあ元々アメリカの音楽にすごい影響を受けていたっていうのがまずあって、スティービー・ワンダーとかホイットニー・ヒューストンとか、まあそういうアーティストが本当に小さい頃から大好きで、まあ自分でもそのアメリカでいつか音楽活動してみたいっていうのは常に日本であったんですね。うん、それで、まあニューヨークに最初に行ってゴスペルをずっと歌って、でアメリカの一番大きなゴスペルコンテストで、まあ、たまたまなんか優勝したりとか、はい、そういうことがあったりして、なんか日本でだけこう活動してたらやっぱりこう日本の国内がメインになってしまうっていうのをすごい感じてたので、なんかこうアメリカに出てきていろんなこう人種の人たちがいるじゃないですか。その中でこうなんか自分の音楽っていうのをもっともっと世界に発信していきたいなっていう思いがすごく強くて今、はい、でまずはニューヨークに行き、はい、でロサンゼルスにいらしたのはもう少しで1年になりますかね。なんでまたロサンゼルスに来てくれたんですか？あったかいからです気候が最高みたいな。本当に？いやそれだけじゃ全然ないんですけどでもやっぱりハリウッドがあったりとか、今ハリウッドに住んでるんですけど、うん、やっぱりそういう、こう音楽業界のプロデューサーだったりアーティストだったりとか、やっぱそういう人がこうすごいたくさんこっちはいるので、うん、そこでなんかこう自分の新しい音楽っていうのをこっちで作りたいなっていう。ハリウッドブルバードでも歌ってますよ僕。家すごい近いんで、いやでも世界中の人に音楽聴いてほしいんだったら、あ、こんなにすぐ近くに世界中の人が来る場所あるじゃんと思ってその通り。そう、ハリウッドブルバードよく歌ってるんで、皆さんもしストリートで歌ってるんで、よかったら皆さん来たら遊びに来てください。はい、遊びにちょっと寄ってください。たまに日本語の歌ももうやってるんでちょっとキンキンにライブの話になったので、はい、ライブのお知らせを先にしたいと思うんですが、そうですね、8月2日土曜日、はい、オレンジカウンティのレストランみずきさんの方でアコースティックライブありますね、はいはい、でこれが、午後6時30分からと7時45分からの2回、はいはい、これはもうお店に直接行けば入れるっていうことで聞けるんですね。そうですね、はい、でそれプラス8月8日、はい、ちょうど1週間後の金曜日、なんとウイスキー屋55で、ウイスキー屋55で、はい、もう歴史的な、いや本当そうですね、ナイトクラブのね、エアロスミスとかもエミネムとかバンヘイレンとかスティングとかいろんな人がやってるところで、すごい人たちがみんなステージに立ってることで有名な、あそこでライブもうぶちかまします。来た、キヨ来たよ、はい、でこちらのライブが7時45分からキヨさん登場、はい、チケットなどの入手先、はい、あとまあキヨさんのこのコンサートの情報などは、はい、ウェブサイトに行けば全部わかりますか？そうですね、はい、僕のウェブサイト、www.kio-yomusic.com ですね、 ki-yomusic.com、 こちらに行くと、はい、このキヨさんのインフォメーションが全部わかりますので、こちらはちょっとチェックしてください、はい、
じゃあちょっと音楽の話にまた戻って、はい、アメリカにいらしてから、はい、アルバムをリリースされてますね。そうなんですよ、初めて英語で全部英語で。そうです。もともと英語ってお出来になったんですか？やっぱりこう海外に興味がずっとあったので、うん、なんかその外国人の友達が日本でいたりとか、あと昔あの英会話学校のノバとかにちょっと通ってた時が、通ってた、そう、駅前留学ちょっとしてたりとかはい、はい、いつもなんかそのやっぱり英語を話したいなっていうのは日本の時からすごくあって、あとはやっぱり英語の歌を小さい頃からずっと歌って、なんかよく意味が分かんないんだけどとにかく歌って、真似してね、はい、なのでなんかこっち来た時もなんとなくその発音だったりとか、あとなんていうんですかね、英語のこう流れみたいのは、うん、なんとなくその歌からこう勉強したっていうか。そうなんですね、はい、英語の MC とかもね、先日イベントのライブで私も聞きましたけど、はいはい、英語うまいなと思って聞いてたんですね。ありがとうございます、まあ、あとは本当にだからいろんな人とつながりたいっていうのが多分根本にあって、うん、でその英語っていうのはそのやっぱりツール、うん、でやっぱりその英語ができるといろんな人と会話ができるしつながれるっていうところで、なんか自分もすごくこう、あ、じゃあだったらその喋れるようになりたいなって気持ちがやっぱすごく強くなって、いや、はい、その通りだと思いますね。英語ができるのとできないのとだと、はい、生きていてコミュニケーションが取れる人の数が、いや、もう全然違いますよね。違いますもんね。でそれでそのじゃあ歌詞とかもご自分でもちろん、はい、そうですね、全部書いて、はい、プロデュースも自分でされて、自分で、これは本当にリボンっていうね、リボンっていうアルバムですけれども、全部自分で作りましたね。今回のこのリボンを作った時に何か特別にアメリカに来てから変わったこととか思い入れとかあったんですか？あのこのタイトルが、まあ、あのもう本当にそのまま自分の気持ちを表現してるというか、 Reborn っていうのはなんか自分がアメリカにこう来ていろんなこう挫折だったりとか、本当うまくいかないこととか逆境とか、もういろんなこう大変なことがやっぱりあって、まずはもう英語のこともそうですし、あのなんかそういうのをこうたくさん日本で経験できなかったことを自分でこっちで知っていな生きながら、なんか自分がこう生まれ変わっていくような感じがしたんですよね。でそういうその全てのプロセスっていうのが自分の中で音楽になって、でこのアルバムになったっていう、だから Reborn っていうタイトルにしたんですよ。多分アメリカに来てから経験したことって、今おっしゃったみたいに、うん、はい、日本では想像できないようないろんな、ね、楽しいこと、大変なこととかきっと経験されてると。いますよ、ね、20万円する機材が、あの家の前にドンって置かれてそれ盗まれたりとか、もう日本じゃこんなの考えられないっていう、ね、皆さんも多分そういう経験ってたくさんしてると思うんですけど。そうでしょうね、うん、日本から、ね、いらした方はみんなね、はい、何かしら大変な思いもされてると思うん でなんかそういう方にこのアルバムを聴いていただけたら、なんかすごい自分の中で、あ、これわかる、こういう気持ちわかるっていう風に共感してもらえるんじゃないかなと思って。私ももう何度も何度もアルバム聴かせていただいてるんですけど、ありがとうございます。大好きなんですけどね、もう楽しいナンバーワンとか、はい、ジョインハンズとか、うん、こううわーって思える曲もあれば、はい、なんかちょっと前のキヨさん、日本にいた頃のキヨさんもちょっと思い出させるような、はい、R&B っぽい曲もあれば、はい、清高さんのキヨさんも残しつつ、新しくアメリカに来たキヨさんも入りつつみたいな、はい、そうですね、はい、面白いアルバムですよね、全部聴いててですね、うん、なんか自分が本当に日本であの経験したこととアメリカで経験したことっていうのがこう混ざって、そういう感じ、うん、で、うん、なんか今の自分の音楽になってるっていう感じですね。新しいキヨになった、はい、そうですね、はい、リボン、リボン生まれ変わりました本当にあの全曲聞くとなんかね、ありきたりな言葉しか出てこないんですよ、こういう時にすっごい元気が出るんですよね、うん、ぜひ皆さん本当に聞いていただきたい、はい、で CD は、はい、iTunes と Amazon で手に入りますね、はい、この、K-I-Y-O、はい、であとリボンっていう風に、はい、入れてもらえればすぐに見つかると思いますので、はい、ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います、はい、ではもう短いんですけれども、最後にファンの皆さん、はい、リスナーの皆さんにじゃあメッセージをお願いします。はい、まあ、こうやってアメリカに来て、僕はあの音楽でこう世界の人といろいろつながって、もっとこうなんかいつも思うのは、日本の良さとか、僕が日本人としてその世界で音楽をやっていくっていうことで、なんか日本のいい部分っていうのを世界の人にこう紹介したいなっていう思いがすごくたくさんあったりするので、まあ、そんな活動を皆さん、もしよかったらライブに来てくださったりとか、あと僕の音楽を聴いてくださって、応援してくださったらすごい嬉しいなと思うので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にキヨさんのこのリボーンのアルバムの中から1曲お届けして終わりたいんですが、はい、じゃあ曲紹介をお願いします。はい、それではキヨで No.1。
今日のインタビューゲスト、キヨさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。What's going on? Why the sad face? If all your hope is gone, you always have a place. Sometimes life can be tough, the road too dark to see. But don't worry, baby, you got me. I just wanna tell you, you really changed my life. Every single moment with you makes everything go right. I can picture myself being with you all my life. I'm always standing by your side. I wanna see you smile again, smile again. You don't have to hide your pain, I trust you more than anything. So baby, take my hand. I wanna see you smile again, you've been shining through the rain, even when we're not together. I want you to remember. Baby, look up the sky, hear me from miles away. La 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 la, I always care about you. As long as you try, you can find your way. You'll know the meaning of life at the end of the day. When you've lost faith in everything, I'll be your reason to believe. But if you're not enough, you'll always more than enough for me. I wanna see you smile again, smile again. You don't have to hide your pain, I trust you more than anything. So baby, take my hand. I wanna see you smile again, you've been shining through the rain, even when we're not together. I want you to remember.